博物館は東京都墨田区押上げに所在する博物館運営者は公益財団法人通信文化協会2013年に閉館した定心総合博物館の一部を引き継いだ施設で2014年3月1日に開館した国内外の郵便郵便貯金簡易保険などに関する各種展示や有種振興協会との協催により 年間8回程度開催する郵便切手や郵便紙コレクションに関する特別コレクション展及び全日本切手店などの郵便に関する各種イベントを行う。なお、旧停信総合博物館の運営母体の一社であった東日本電信電話が運営から離脱したため同博物館で行われていた電気通信関連の展示は引き継がれていない。 2001年まで旧低信総合博物館で扱っていた国際電気通信については東京都多摩市鶴巻の KDDI ミュージアムで同じく2011年まで旧博物館で取り扱っていた放送分野については東京都港区あたごの NHK 放送博物館で公開が継続されている。また当館には展示機能しかないため資料の管理は 行徳郵便局に併設されている資料センターが行う。東京空町の低層階から9階へ直行するエレベーターはなく、東寄りにあるエレベーターで8階まで上がって乗り換えるなどする必要がある。ありがとうございます。